新進党は1994年末から1997年末にかけて活動した日本の政党。55年体制成立以後、自由民主党以外で初めて日本社会党を上回る数の国会議員を要する政党であった。1990年代の政党の理合衆参1994年6月の自由民主党、日本社会党。 新党先駆けによる村山富市内閣の発足でケアした非自民、非共産勢力は、直総選挙で施行される、小選挙区比例代表並立制への対応に迫られていた。小選挙区で自民党に対抗するためには、野党各党が合流して、各選挙区で候補者を1名に絞らなければならず、新、新党を結成する流れが一気に傾き、新政党、 公明党の一部、民社党、日本新党、自由改革連合などが結集し、同年12月10日、結党された。理念は、自由、公正、友愛、共生。党結成に関して、新政党の代表幹事であった小沢一郎は、保守党と名付けることを希望したが、周囲の反発により断念した。初代党首選挙は、 自由改革連合代表の海部都市木元首相、新政党党首の羽田勤元首相、民社党委員長の米沢隆の3名で争われ、海部が勝利した。結成時の所属国会議員数は214人である。結党時の国会議員数が200人を超える政党が結成されたのは1955年結成の自民党以来39年ぶりであった。 公式の英語透明は、当初、ニュープログレッシブパーティとする案も出されたが、異論があり、ニューフーロンティアパーティとなった。公式の略称は、新進、NFP とされた。日本の英字誌である、ジャパンタイムズは公式英称をあまり用いず、ローマ字名称の新進党を多く用いた。1995年7月の第17回参議院選挙において、 改選議席の19議席から40議席へと議席を倍増させ、比例区の得票では自民党の獲得票を上回る躍進を見せた。1995年12月の海部党首の人気満了に伴い行われた党首選において羽根が務むと無小沢一郎が激突し、小沢が党首に就任した。開布と争った前回の百九十四年十二月党首選に、 続き敗退した羽田の支持グループはこれ以降、党運営をめぐり、小沢との対立を深めていくことになる。1996年10月の第41回衆議院総選挙では政権交代を目指し、野党第一党としては38年ぶりに衆議院議員定数の過半数の候補者を擁立した。消費税率を20世紀中は据え置くことや、 減税及びそれに伴う経済の活性化による財政再建を公約の目玉にするも、解散前議席に届かなかった。主な範囲として、などが挙げられる。総選挙後、羽田、細川森博らの離党や自民党による引き抜き工作により、求心力を失いつつあった小沢執行部は、自民党との大連立構想、いわゆる保護連合構想を模索し、自民党内で、 自社左派の加藤光一、野中博文に対抗する、頬派の梶山政清六、亀井静香との関係強化を図った。しかしこれに対し、自民党に取り込まれると党内から反対論が吹き出し、小沢の求心力をさらに失わせる結果となった。1997年11月、旧公明党のうち新進党に合流していない、参議院議員、地方議員を中心とする政党。 公明が合流を取りやめ、翌年夏の第18回参議院選挙に独自で臨むことを決定した。同年12月、小沢の人気満了に伴う投資戦は、小沢と、かのみ彦元農水省の一騎打ちとなり、小沢が再選した。小沢は、順化路線に進むことを決断し、同月27日に、両院議員総会を開いて、新新党の分党と新党の結成を宣言した。 これによって、新進党は消滅し六党に分裂した。分裂した六党新進党の分党後、地方組織の多くは、中央と同一歩調で各党派に分裂したが、一部で新進の枠組みを維持した地方組織もあった。青森県民協会旧新進,進党の青森県支部連合会をそのまま引き継ぐ形で、地方議員を中心に結成された。木村太郎。 山崎地からの現職議員を要するとともに、県知事だった木村森男の支持母体として影響力を維持し、第18回参院選で田辺正美を当選させる原動力となった。しかし、山崎、木村は自民党に移籍し、津軽地方の地方議員の多くが脱退した。その後、2000年の第42回衆議院総選挙では、 三村慎吾を当選させるも、三村も後に脱退した。末期には、田辺系の地方議員が中心となった組織となり、2004年3月に、田辺が民主党に入党すると合流した。岩手正和岩手県知事選挙において、新進党推薦で当選した、増田広也系列の保守系会派。岩手県議会では、社民党と統一会派を組んでいた。 当初は小沢一郎直系だった県議だが小沢が自由党に移った後も自由党に移らずに小沢と対立するようになった。その後自民党を離党した一部県議と地域政党岩手を結成する。新進石川奥田慶和を支持する地方議員を中心に結成された。奥田の死去後も後継者の奥田県を支援しており、県政における非自民勢力の中核を担っている。 2007年の参院選では民主党候補市川康を応援し当選させた。2009年の衆院総選挙後民主党幹事長の小沢一郎から民主党への合流を要請され合流した。その後も議会会派として存続したが2012年12月19日に解散が決定した。 新生三重三重県知事選挙で、新新党推薦で当選した北川正康、民主党副代表の岡田克也を支持する地方議員を中心に結成された。県議会では、自公を抑えて第一党である。山口県政治改革協議会、細川内閣時代の与党勢力で構成。新新党回答後も、県議会会派、民主、公明、連合の会として存続したが、 やがて公明党が離脱した。新進沖縄自民党に復党した中村正春を支持する地方議員を中心に結成された。2000年6月に自民党に合流した。明日の内閣を参照新政党2回、年広、岡田克也ら自民党の派閥で最大勢力だった形成会が分裂して、旗揚げの改革フォーラム21を母体に決闘し、直後の総選挙では、 松沢聖文、上田誠二、西川大一郎、小賀慶章、山本幸造、柴野大蔵、浦賀初当選。後に、自民党、聖和会の後継争いに敗れた聖和会も、院内会派、新政党、改革連合を経て入党している。聖和会選、地陰、聖華県、小坂賢治、石橋茂る、新政策研究会石井1に、高知会、浜田拓次郎、 原口和弘らも途中入党。公明新党新新党に参加する公明党国会議員により決闘。公明党からの分党手続きを行った。公明党の衆院議員と参院の改選議員全員に加え、党籍を持たない比例苦戦室の参院議員で公明党国民会議として会派を組んでいた広中和子ほか6名も参加。 日本新党新党先駆けとの統一会派解消後、江田つきも自身が代表の社会民主連合を解散して合流し、小池百合子と共に副代表就任。衆院では、4月の改新参加以降、先駆けに参加するグループが、グループ声運、民主の風、9月の改革参加以降は、海江田万里、牧野聖州らが民主新党クラブを結成、離党している。 野田義彦、山田博中田博伊藤達也、長浜博之、樽床新寺松下成慶塾出身者が多かった。小泉明日一、石井幸喜、茂木ギ光、遠藤俊明は、不参加。民社党、米沢、川端、小平、中井博北橋賢治、塚田炎獣、安倍元、伊藤衛生、神田厚志、高木義明、中野寛生。 青山急、柳田稔、勝木健次、吉田信久、足立良平、寺崎明久、直島正幸、長谷川清、吉田治、石田義江、西村慎吾ら大半は参加したが、大内京吾前委員長は公明党との合流を拒否して不参加、自民党に合流した。なお、民社党系の国会議員及び、地方議員は継承する、政治団体として、 民社協会を結成。自由改革連合を9月に結成した衆院会派、改革に参加した保守系4党派により結成。このほか無所属の佐々木隆三やリベラルの会を経て改革に参加していた山口俊夫らがいる。参院で統一会派、新緑風会を結成していた民主改革連合とスポーツ平和党、横山の蔵は参加しなかった。 総理大臣指名選で、羽田、開封を支持しながら、新進党不参加の無所属、徳田虎尾は前室の栗本、大内、柿沢、佐藤誠。新進党決闘に伴い、参議院新進党と公明の参議院、院内会派として1995年1月19日に結成された。1997年12月、新進党分党と同時に、平成会は解散した。 戦後政治史2004年8月、岩波書店、岩波新書、ISBN400 から43904から29民社党本部。新進党回答後、自由党本部として使用される。日本大百科全書、まだあった、新進系会派が解散、知事の足元揺らぐ。読売新聞、httpww. 読売 cojp。CO J p ポリティックス、ニュース、2012万1221 20と 1T0025 に、HTM2012 年12月20日閲覧。藤村治は、この選挙で小沢派人営が不正行為を働いた、可能性があり、当時の新進党関係者は皆その話を、聞いていただろうと述べている。ありがとうございます。